こんにちは、佐久間です。いやね、町が今ねちょっと封鎖寸前って感じでね、大変な状況なんですけれども、ちょっとねある映画についてお話ししたいと思います。その映画というのが、こちら福島50ですね、福島第一原発を描いた映画で、渡辺謙さんと佐藤浩市さんが主演をされています。この映画の感想を、述べさせていただきたいと思います。ね、パンフレットなんですけども、角川映画がね、作成をされていまして、ここに角川嗣彦さんの、角川春樹さんの、ね、弟さんですねのメッセージが入ってます。でこれを読んでちょっと分かったのが、最初にこの原発の映画の企画というのが津川雅彦さんが持ち込んだものであると。そして、森村誠一さんが祈りの証明というのを書いて、それを原作にする予定だったんだけれども、実際はそちらではなく、角田高政さんっていうのかな、角田さんという方が書かれた死の淵をさまよった男という、本が原作となっているということです。で最後にこうメッセージが書いてありまして、角川嗣彦さんからですね、皆さんの素直な感想をお待ちしておりますというふうにここに書かれているので、僕の素直な感想を角川嗣彦さんに向けてメッセージを送らせていただきたいと思います。はい、ね、映画ではこんなちなみにグッズもありまして、クリアファイルがありました。でまずね、僕ちょっとこの映画でびっくりしたことがあるんですけど、もうね震災から9年経ったわけですけど、もうね原発のことが映画化されるっていう事実にびっくりしました。まだ全然ね福島で原発のことは終わってないんですけど、終わってないのに今映画、なんでちょっと早いんじゃないかな。テレビでねドキュメンタリーをやるのはわかるけど、映画としてこうやって興行収入を得てっていうのがちょっとなんか違和感を感じたんですね。まずね、でまず映画のちょっと、点数を自分なりに出したので発表したいと思います。はい、福島50の映画点数が、はい、100点満点中65点です。これからねちょっとこの福島50の映画の良かった点と悪かった点をお話ししていきたいと思います。まずね福島50の良かった点ちょっとお話ししていきたいと思います。まずね良かった点というのが、主演の渡辺謙さんと佐藤浩市さんの演技がもう素晴らしかったと。はい、これはもう文句なしですね。第一原発の所長の吉田さんの役が渡辺謙さんで、プラントの責任者の役が佐藤浩市さんだったんですね。そしてとてもセットがリアルで、原発の関係者の方がセットを見たら本物そっくりなんで驚いたというエピソードがあるそうです。そしてですね、もう一つ、自分の出身地の小名浜、福島県いわき市小名浜の、皆川さるときさんという俳優さんが、出演されていまして、これちょっと嬉しかったですね。自分とあの小中高と同じ、出身校なので、その方がね福島県民を代表して出ていただいていたということがとても嬉しかったです。で、自分のね人生経験が、人生で経験したことが映画になるっていうことは、まあ人生初めての経験なんですけれども、なのでねかなりあの感情移入して映画を見ることができました。で、まあね皆さんご存知だと思うんですけど、第一原発、福島第一原発の1号機爆発しますね、3号機爆発します、そして2号機がかなり危険な状況になったと。これはね当時、ニュースなんかでも見ていたんですけれども、
もう少しのところで東日本が壊滅するかもしれなかったと。それは本当に紙一重のところで、避けられたということが映画の後半でわかります。刻々と迫っていくね、危機がね、よく描かれていました。はい。でね、あの時ね、自分たちはテレビの報道番組で原発が何が起きているのかっていうのを、まあ、見て知ってたわけですけど、その裏側でね、実際に原発でどんなことが起きてたかっていうのがこの映画を通して本当によくわかりました。今までのはちょっと良かった点なんですけど、悪かった点をこれからちょっとお話ししたいと思います。はい。この映画のちょっと悪かった点、それがまず一番感じたのが、ちょっとね、日本の、政府とアメリカ軍に対してかなり配慮した内容になっていたということです。福島県民なら知っていると思うんですけど、まずアメリカ政府が最初に原発に冷却剤を、輸送して助けてくれるという報道が最初にあったと思うんですね。その時福島県の人は、ああ、アメリカ助けてくれるんだってとっても安心したんですね。その後にやっぱり冷却剤はいらないみたいになって、そのあたりの顛末をとてもね、福島県の人は知りたいと思うんですね、裏側。なんですけど、この映画では一応その冷却剤の一件は触れられてはいるんですけれども、わずか数秒冷却剤を輸送しますっていうと、日本が独自で対応するのでいいですっていう、そのやり取りのシーンしか出てこないんですね。なので、その一番自分たちが知りたかった、なんで冷却剤がアメリカから来なかったのかっていうことは全然わかりません。はい。なのでアメリカ軍にね、かなり配慮した内容になっているなっていうことを感じました。そして、ちょっとね、政府にも配慮した内容になっているなと思ったのが、菅総理大臣だってわかるのに、佐野史郎さんが演じた役、総理としか言わないんですよね。まあそれはみんな周知の事実で、菅総理って分かってるからこういう名称出さなかっただけかもしれないんですけど、ちょっとね、そこら辺が気になりました。そして、もう一個気になったのが、津波とか福島以外の震災についてはほとんど触れられていないんですよね。なので、あたかも政府首脳陣が原発のことにのみ気を取られていたようにしか映らないことなんですね。そこ結構問題点だと思います。官邸ではね、原発のことしか対処していなかったかのようなちょっと錯覚にとらわれてしまうのが問題点です。でね、一番最後に復興オリンピックっていうことで、福島から聖火リレーが始まるっていうことで終わるんですけど、原発とね、オリンピック、まあ関連づけてちょっとこう締めくくっちゃうことにどうなのかなって、ちょっとかなり違和感を感じて、ちょっと言葉悪いですけど、純国策映画なんじゃないかなって僕は感じてしまいました。はい。文化庁のね、協賛もあるようなので、そちらの方でなんか関係しているようなね、本当に国策映画っぽい気がしちゃいました。で、これすごく一つ伝えたいのが、角川映画、角川春樹さんの映画っていうのは、今ねコロナ流行ってますけど、復活の日で、ウイルスがね世界中に流行って人類が滅亡するっていう今の世の中をね予言したかのような映画。そして戦国自衛隊ではなんとね、飯舘村が撮影場所になってまして、第一原発に津波が襲いかかるという、これであんまりネットでも載ってないんですけど、まさに今の状況、当時の震災の状況を予言したかのようなシーンがあるんですね。なので角川映画がこの映画を作ったということの意義はとても大きいと思います。東京消防庁のね、放水作業の様子、これもねちょっとシーンとして欲しかったかなと思いました。いきなり海底の地震が始まるシーンから始まってるんですけど、もうちょっと震災前のね、様子、福島の様子なんかも欲しかったかなというふうに思います。総理を演じた佐野史郎さんの
演技は素晴らしかったんですけども、ちょっとね総理大臣ただただ怒鳴ってるだけでちょっと薄っぺらい役だったなっていうふうに思います。もうちょっとね、人間性を出した演技を人間性を出した、シーンがあってもね良かったんじゃないかなと個人的には思います。犠牲者の方、震災で犠牲になった方へのかなり配慮が見られました。なので、亡くなったということのセリフは極力出ないようになっていました。はい。で、一番ねこの映画ちょっと足りなかったなと思うのが福島県民の悲しみ、これをねもうちょっと描いてほしかったですね。ふるさとを追われることになった地元の人の悲しみ、福島の野菜や、水産物が、風評被害で売れなくなったことへの、憤り、福島県民への差別、こういった点をねぜひ描いてほしかったです。もっとね、実体験をした福島県民を出してほしかったなというふうに思いました。そうすればもっとね、迫真の演技で、皆さんに訴えることができたのにな、それを伝えたい県民もいっぱいいたんじゃないかなって僕は個人的に思いました。いかにもね原発東電の人が頑張ったことはもう本当に事実なんですけれども、福島県民がそれだけ苦しんだという事実、そして今もその苦しみは終わっていないということをぜひね、皆さんにちょっとお伝えしたいです。門川嗣彦さん、ぜひこの映画の感想をねご覧になっていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。